古川康氏7月15日台は、日本の政治家、自治、総務官僚、自由民主党所属の衆議院議員、佐賀県知事、総務大臣政務官を歴任、佐賀県唐津市生まれ、佐賀大学教育学部附属中学校、ラサール高等学校、東京大学法学部第三類卒業、1982年、自治省に入省、本省勤務のほか、 長野県や沖縄県、岡山県、長崎県に出向する。1997年9月、第2次、橋本改造内閣で、自治大臣に任命された、上杉光弘の秘書官を務める。1999年より、長崎県商工労働部長、2001年より、長崎県総務部長、2003年に退官。同年、 佐賀県知事選挙に自由民主党の指示を受けて、無所属で出馬し、初当選した。以後、3期連続当選。2007年の佐賀県知事選では自民、公明両党の推薦を受け、2011年の佐賀県知事選では自民、公明に加え、民主党からも推薦を受けて再選された。2014年11月25日、佐賀県議会本会議において、 次期衆議院議員総選挙に佐賀2区から自由民主党公認で出馬する意向を表明し佐賀県議会議長に対し辞表を提出。任期途中での辞職に対し古川を批判する県議が議長席に詰め寄ると同日に開会したばかりの議会は紛糾したが25日の深夜佐賀県議会は賛成多数で古川の辞職に同意した。 同年12月14日投開票の第47回衆議院議員総選挙では佐賀2区で民主党前職の大串博士を破り当選した。自身の辞職に伴い実施された佐賀県知事選挙では竹尾市長を辞職して立候補した総務省の後輩にあたる日渡啓介への支持を表明したが日渡氏は同じ総務官僚出身の山口幸義に敗れた。 2017年10月22日党開票の第48回衆議院議員総選挙では、佐賀2区で大串に敗れたものの、比例復活で再選。2019年8月、自民党地方行政調査会事務局長に就任。2020年9月、菅義偉内閣総務大臣政務官に就任。2003年時点で、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成し、 男女とも同産が推進を支持している。一方、2014年の調査では、選択的夫婦別姓制度導入について、どちらとも言えないとしている。ありがとうございます。